全国カンナ削り大会に参加したカナダ人大工のビデオが話題になっていました。ザ・サムライ・カーペンターとして知られる北米の有名な大工さんで、普段から日本の木工技術や道具に高い関心があり、自身の仕事にも活かしています。憧れの日本に初来日し、本物の職人技に触れて感動していました。成田に到着したホテル72ドルにしては随分と小さなホテルだ。スペース、トイレもある。好きか判断しかねるが、いずれ慣れるだろう。初めて日本式の朝食を食べたけど、すごく美味しかったよ。気持ち悪いって思ったものが一つもなかった。自販機でコーヒーも買ってみた。全国カンナ削ろう大会、俺は16ミクロンの薄さだった。16じゃ小物すぎる。今のところベストが5ミクロンだった。ちょっと動揺してる。カメラが揺れてごめんね。震えてるよ。俺にとっては重要なことなんだ。日本の有名メーカーと記念撮影。最高の体験ができた。これから決勝戦が行われる。大勢人が集まっている。見えないけどね。同じ木材を使って薄さを競っている。次の場所に移動しないといけないから最後まで見れないけど、俺のベストは16ミクロンだった。トップは5ミクロン。遠く及ばないけど人生で一番の記録だから誇らしいよ。